M40155mm 自走カノンは、アメリカの自走砲である。ビッグショットの愛称が知られているが、これは試作車である T83 にテスト時に、記入されていた、固有のニックネームであり、当社種の公式な愛称ではない。M4A3 戦車の車体を拡幅、延長して作られており、コンチネンタル製エンジン及び、HVSS を装備した。 第二次世界大戦の終了間際に収益した本社には M255mm カノン砲が搭載されており、M12 自走砲の初期生産系を代替する目的で設計されている。本社の試作車両の故障は T83 であったが、これは1945年4月に M40 へと変更された。一両の試作車両が1945年のヨーロッパ戦線で、 第991野戦砲兵大隊により用いられた。他にこの大隊では T89-8 インチ自走榴弾砲を一緒に運用しており、この関連の深い車両はしばしば1 5 5トル砲身を搭載した。計画上600両生産であったが、総計では311両が対戦終了までに製造を完了した。この後、本社は朝鮮戦争中に、 作戦投入された。第二次世界大戦後、M40 自走砲はイギリス陸軍が使用しており、イギリスでは本社を 155mmSP-M40 と呼称した。アメリカ陸軍では T38 と同様の車体を用いて各種の系列車両の製造を計画していた。m 4 3 h, h e i GMC HAT HANI CUT 1994 ピアニッシ三も353から355、570、ありがとうございます。